こんばんは、作曲家の永田一郎です。本日2024年3月7日はですね、なんとあのアベノハルカス開業10周年でございます。はい、いやー、今やね、大阪を代表するような建物になってますけども、大阪を代表するといえばもう一つありますよね。うん、そう、大阪アジアン映画祭ですわね。というわけで、我々の映画ウォッシュがインディーフォーラム部門に入選したことを記念しまして、本日は中間報告ラジオではなく、中間報告 Vlog 大阪アジアン映画祭編をお送りしたいと思います。普段耳だけでお楽しみいただいている皆様はですね、今回はぜひ画面を見てお楽しみいただければと思います。では行ってみま、あと相方の生之助がいないっすね。あ、大阪にいるんだ。そうだ。というわけで、まずは東京から大阪に向かうところから始めようと思います。行ってみよう。ホテルを出てシネリーブル梅田に向かっています。あのホテルで昼寝してたらバチバチに寝坊しまして、まあ映画には間に合うんですけど今向かってます。すいません、走れって話なんですけど疲れるんで嫌です。いよいよ世界初上映のウォッシュ見てきます。行ってきます。主演の中尾美奈さん、主演の天野真子さんです。よろしくお願いします。そうですね。僕自身も皆さんに見て本当に楽しみで、もう今日に対して本当に意気込んできて、まあ、ちょっと服もちょっとおしゃれなのにして、なんか家に入れるスーケースみたいなやつで持って、でスーツケースで今朝。大阪に来たんですけど、羽田空港にリュック忘れて、どっか行っちゃったんですよ、リュック。そうなんですよ、財布とパソコン入ってて、だから今舞台挨拶どころじゃないです。もう気が気じゃない。そうなんですよね。なんで、まあ、本当に皆さんね。お越しいただいて本当に光栄で本当に嬉しいんですが、まあ、もし東京を帰られる方で空港を使う方いたらちょっと代わりに探しといてもらえると、すごく助かる。57番ゲートのあたり多分あると思うので探してもらえると助かるなと思ってます。はい、そうです。それはすごいですね。気が気じゃない。気が気じゃないですね。ちょっとパソコンはどうにかしないといけないんで、ちょっとケンさん買ってください、パソコン。わかった。ありがとうございます。あ、解決しました。ありがとうございました。解決しました。笑いが起きたりとかしてるのが肌感で分かって、すごいそれが嬉しかったですね。
面白かったですか？いや、あの全部見たら初めてなんですよ、はいはいはい、それで、はい、あの一番印象に残ったのはかなちゃんが可愛いいや、可愛いのよ。現場ではそんなに思わなかったいや、映像になって、あの、かなちゃん役をこうやって見てたら、わぁ、かわいい子なんだなぁと思って、いや、すごい良かったです、監督、はい、編集の良かった。いや、ケンさんも同じぐらい可愛かったですよ最良に言ってないよ、言ってないよ、焦ってるくせに言うことなかったパソコン買ってくださいそれで中身の方が大事でしょ。そうでしょ。まだ大丈夫ですけど、ねすぐ連絡した方がいいよ。あ、連絡しました。した、はい、じゃあ大丈夫。羽田空港の職員が見たそれな話してる場合じゃないですか。そう先の話そう、とてもいいお話でしたよ。ありがとうございます。恐縮です。あの今回の作品、あの、まあ、設定といいますか、そのソープでお仕事されている女性が、おばあちゃんの介護をするというお話なんですけれども、他になかなかない設定なのかなというふうに感じてまして、監督自身今回の作品をあの作ろうとなさった時にどういったところからなんかきっかけといいますか。はい、まあ、僕自身作品を作る時に、はい、まあ、基本的に弱い立場の人の作品をテーマとして描きたいなというのがあって、はい、で、まあ、介護、非介護老人という認知症の方々っていう、まあ、決してこうちゃんと取り沙汰されていない方々と、まあ、風俗で働いてらっしゃるっていう、まあ、少しね、こう裏の世界というか、あんまりこうあのいいイメージは持たれてないかもしれないもの2つを掛け合わせるときに、まあ、でもすごく対極に位置していると思われると思うんですけど、それをどうつなぎ合わせるかっていうときに、まあ、2つテーマを感じて、まあ、1つは洗うということ、まあ、どちらも人を洗うよねっていう意味で、で、まあ、そのね、風俗の方々っていうところが、まあ、基本的にはこうあんまりよくは扱われないですけれど、でも結局人を洗うっていう意味ではどっちの仕事も一緒じゃん。会議、あの、介護はすごく持ち上げられてね、しっかり政府も対応してっていうのがあったりするかもしれないけど、そこはどっちも洗うっていう意味で一緒だから、まあ、作品の中にもあったように職業に規制はないっていうことは必要だったっていうところと、まあ、もう忘れられるというところも一つのテーマで、まあ、どちらも人に忘れられていってしまう存在だけれど、まあ、我々がこう作品を描くことでそれを少しちょっと注目してみようよっていうことが出たかなというのが作品でございます。はい、あの今回の作品、あの中尾さんと健さんにお伺いしたいんですけれども、あの出演のオファーといいますか、あのお話が来た時にどういう印象をお二人にされましたか。中尾さんからお話していいですか。はい、私はあの小崎監督と、まあ、前のみ作品でご一緒したことがあって、うん、でそれから、まあ、ちょっと友人というか仲良くさせていただいているんですけど、うん、結構本当に初期のピロットぐらいですけど、ね、の段階で、まあ、いただいてて話を、はい、すごいそんな発想があるんだというか、まあ、介護の話とか風俗嬢の話って、まあ、邦画でも結構最近だと取り上げられている話題で大事だと思うんですけど、それをこう掛け合わせるっていう発想が本当にすごく面白いなと思ったのでのと、まあその何ですかね、やってみたいって純粋に思いますね。どんな作品になるのかなっていうので、あ、もうぜひやらせてくださいって。ケンさんはいかがですか。すぐ OK 出しました。あ、なんか面白そうだなと思って、うん、で、介護、認知症ね、一言ではないじゃないですか、うんってみんなね、そうそう、いずれはね、いずれは、うん、一言ではないなっていうのと、私小学校の時からおばあちゃんの介護してたんですよ。だからする側 の気持ちとされる側の気持ちがなんかどこで一致するんだろうみたいな、そういうところもなんか楽しみにしてたんですけど、ね、ああこういう気持ちなんだなっていうのもあったし、あ、 ありがたいですよね、うん、介護してくれる人がいるっていうのはなかなかねできないと思うんですよ。大変でやっぱり働いてる方が多いので、誰かに任せたい、それはしょうがないことなんだけども、でもね、こういう作品に仕上がると思ってなくて、今日見て、おお、すごい
やるじゃん、いくちゃんいくちゃんって呼んでないですけどね。なんかこう、重い話なんです、本当はね、うん、暗い話なんだけど、すごいなんかこう明るく明るく作ってくれてるっていうのは、あ、なんかいいなと思って、うん、見やすいし、ちょっとなんか自分で出てるのになんか泣きそうになっちゃって良かったですね。カナちゃん可愛かったし、何いっぱいだった。ちなみに泣きそうになったのどのシーンですか？カナちゃんに忘れられたから、忘れ去られてしまったから、忘れられてんだよ、忘れちゃったんだよっていう、あの説得させられてるところとか、やっぱり最後に覚えてないよねっていう、いや覚えてるよカナちゃんっていう、あのあそこのシーンでやっぱりグッ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 ときましたね。うん、確かにすごく素敵な、ね、シーンでしたよね。この映画なかなかないと思うんですよ、あまり手をつけたくないところでね、行ったから、うん、監督にもお伺いしたいんですけれども、今回の作品、あのお二人に出演をこうオファーといいますか、してほしいというような形でこうお話をされた、その決め手といいますか、どういう方意図といいますか、まあ、中尾さんはさっきもお話した通り、元々の友人で、まあ、ぜひ出てほしいというところで、はい、あのすごく才能のある女優さんだと感じているので出ていただいて、で、まあ、ケンさんに関しては、まあ、まさかケン直子さんが出てくれると思ってもいなかったんですけど、はい、オファーさせていただいたら、あのお返事いただいて、あの妥協するなら出ませんって言われて、もうしっかり大御所だからって気を使わずに、もうしっかり何テイクでも重ねるんだったら出ますって言われたので、もうそんな風に言っていただけるんだったら、ぜひこちらも真剣に取り組ませていただきますということで、で、まあこのね、さっきも言ってるように介護と風俗という、まあ、少しジメッとしたテーマだから、きっとあらすじだけ読むとすごく暗い社会派の映画かなっていう風に思われるかなと思うんですけど、だからこそ本当にポップに楽しい、まあ、あのポスターももしかしたらご覧いただければと思うんですけど、すごく楽しくて、まあ、若い女の子とかが見に来れるような、でみんなでちょっとそういう重い暗いことを一緒にちょっと考えてみようよって、なんかそういう楽しいキラキラしたイメージをつけたかったからこそ、まあ、けんなこさんという本当にこうあの、ね、パリなキャラクターをお持ちでいらっしゃる方に出ていただくことで、さらにその作品の意図が伝わるかなというふうに思ったという次第です。はい、あの作品を拝見してまして、あの題材自体がすごくシリアスなんですけれども、すごく、まあ、ポップといいますか、あの見てる人もこうすごくこう作品に入り込みやすい作品だなという印象を僕は受けたんですけれども、ありますね、撮影中とかってあの現場の雰囲気ですとか、何かこう撮影をしてて印象に残った出来事とか、はいはい、監督から順番にお伺いしてよろしいですか？はい、まあ、本当に、まあ、ケナコさん来ていただいて本当によくしていただいて、まあ、ケンさんの事務所のケンズファミリーの皆さんも本当にあの親しくさせていただいて本当にありがたいなと思っているんですけど、まあ、あの休憩時間をご一緒させていただく時があって、まあ、ケンさんとおしゃべりしてて、あの監督は彼女いないの？あの、いないっす、ね、でいくつぐらいまでだったらいいのみたいな、まあ、69とかですかね、それ私じゃないみたいなくだりもあったんですけど、そしたら急に真剣な顔で真顔になって、よかったらうちの娘どう？ぜひです、それはもう恐れ多いですけど、恐れ多いですよ、恐れ多いけど、もうぜひそれはもうあの僕なんか良ければっていうところで、うちの娘とよかったら結婚しないって言われて、もうそれはもう僕なんかでいいんであればもう前向きにってことで、なんでもうもしかしたら僕今後本当の意味でケンズファミリーになるかもしれないというのはちょっと思ってますあのそんな冗談も交わさせていただくぐらい本当に楽しくさせていただきました。熱っこの後カチカチに仕込んだトークの後待ってバランスで、本当、あの、そうですね、まあでも、なんかまあここがっていうポイントはやっぱたくさんあるんですけど、このシーンがすごくあの思い出残ってるなとか、やっぱなんかこう全体を通して、あの私もなんていうんですかね、まあ、主演作だをやったことってまあ何回か ありがたくあるんですけど、それをやったどの時ともまた違うこう、なんていうんですかね、感じで、やらさせてもらったというか、もう本当に結構企画の段階からもう一緒に話し合ったりとか、キャストの方もあの一緒に決めたりとかみたいなことをやってたのもあったので、なんかこう主演としてのなんか立ち振る舞いとかっていうことをこうまた改めて
なんていうんですかね、お勉強させてもらった場所だなっていうふうにすごく思っていて、それはすごく、めちゃくちゃ大変だったんですけど、めちゃくちゃ大変な時もあったんですけど、もちろん本当に楽しいことも多かったですし、いろんなこう本当にこの作品みたいな本当喜怒哀楽、たくさんの気持ちを与えてくれた現場だなっていうふうに思ってるので、すごく本当にいい貴重な経験も、もちろん本当に、あとはそうですね、なんかこうカナっていう役に関しては本当に直子さんが、ケンさんがあとおばあちゃんのキエの役だったから、私はカナになれたんだなっていうのをすごく思っています。ケンさんいかがですか、撮影中は。楽しかったです。私女優じゃないんで、お芝居のことわからないんですよ。本当にだからもう監督にもう言ってね言ってね、でちょっとめちゃくちゃ言ってもらって、あんまり言わないんですよ。そうちょっと遠慮するんですよ。もうちょっと言ってほしかったなってあるんですけど、でも楽しかったですね。それとなんだろうな、スタッフ全員、キャストも全員でなんかこの映画を作ってるっていう感じが本当にしましたね。なんか大々的にやってるっていうことではなくて、なんかみんなが力を合わせて一つの作品を本当にこうやって作ってるっていう。私が17でこの世界入って、映画は十何本もやらせていただいたんですけども、こういう映画は初めてでしたね。でもすごい楽しかった、新鮮 で、で若い監督だからもうどん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 こう行ってほしいし、いい作品も作っててもらいたいし、ちょっと違う方向からね、今回みたいに普通の人がやるような作品じゃなくて、違う角度からこう入っていって、でも中はすごいんだよ、中身はすごいんだよ、人間性溢れ出て、家族が大事なんだよっていうところとか、そういうところも表現していってほしいな、そういうのを感じましたね。寒かったですけどね、撮影の時はね、すんごい寒かったの、くんなってるながら部屋入ってストーブやったりとかね、しながら頑張りましたけども、楽しかったです。ありがとうございます。今日はたくさんご来場いただいてまして、ちょっと短時間になるんですけれども、ご来場いただいたお客様から質問ちょっと募りまして、ゲストの方に答えていただければなと思います。何か作品に関してこういうことを聞いてみたいっていう質問のある方いらっしゃいましたら、どうしようか。ありがとうございます。そのまま手を挙げていただいてもいいですか。ありがとうございます。すいません、介護業界を見てるんですけど、本当にケンさんが言ってたように、何て言うんですかね、他人を見てるっていうかなって思っても、自分を見られてるのかっていうところをすごい不安になることが多いんですよ。介護してて、この人本当に私のこと見てくれてるのかなって、多分相手もそういうふうに思ってるのかなって今日はすごい見ながら思ってたんですよ。やっぱそういうのってあるんですかね。検査に聞こうと思って、どうなんですか。そう思ったんですけど、あの時そういうのってあったのかなって。演習の時ですか。そうですね。演習の時は私が子供の頃、おばあちゃんの介護してる時に、そういうのは全く感じずにやってましたね。ただおばあちゃんの面倒見なくちゃいけない、小学校の時からやってましたから、母親が農業で一生懸命だったんで、で父親は外で働いてましたから、もう 私しか面倒見れなくて、兄たちは男ですからなかなかそういうことできないんで、小学校とか鍛えられました。で、そういう思いがあったんですけど、おばあちゃんは私がやってくれてるっていうか、それまで分かんないんですよ、孫がやってくれてるかどうかっていう、それは伝わってこなかったんですね。でも私はおばあちゃんのために一生懸命、分かってなくても分からなくてもいいから、とにかく
おばあちゃんが気持ち悪くならないように一生懸命おむつ、今はね、いいおむつがありますけど、その当時は布でしたから、それを取り替えて、で全部体も拭いてあげて、浴衣ですね、その当時は子供の浴衣を全部着せてあげて、ずっと寝たきりでしたけども、それでそのおむつもこう洗ってあげて、で乾かしてるとか、そういうこともずっとやってましたね。だからそれとはもう本当に切り離して、キエさん役やったんですよね。でだからおばあちゃんがあの時に分かってるか分かんないか分からないっていう状況のまんまで、私もキエさんをやってる時に、おばあちゃんはどうだったんだろうとか、その時におばあちゃんを重ねてはいけないなっていう思ったんですね。私は私なりにお芝居のことがわからないから、多分キエさんはこうなんじゃないかなという勝手な感情で、思った通りに、やってました。それが正解かどうかわからないんです。監督の思った通りできたかどうかもわからない。だけどもし違ってたら多分監督が言ってくれるだろうと思いながら、でもやっぱり大事なのは、そうですね、ちゃんと見てあげなきゃいけないっていう気持ちが一番大事なのかなとはすごい感じましたね。で私の知り合いっていうか、すごい身近なところにいるんですけども、その子もお仕事しながら介護やってるんですね。自分の体もあんまりよくいかないんだけども、でも自分より動けない人、困ってる人に手を差し伸べて介護してる、そういうのを見てますから、ああ介護のお仕事って本当大変なんだよなと思いながら、そういうのも感じながらも演じてるっていうか、やらさせてもらってましたね。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はマスコミの方も取材に来てくださってまして、はい、ちょっと最後にこのセッションのお時間を取らせていただきたいなと思います。はい、ごめんなさい、笑顔ですね、笑顔、はい、助けたんですよ。でこの劇場の帰り道に、あ、ちょっと久しぶりにおばあちゃんに会いに行こうとか、まあ、久しぶりに孫や娘、息子に連絡してみようとか、そういった誰かの行動につながれば、多分作品を作った意味があるのかなというふうに考えています。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。私がこの映画で少しでもお役に立てたかどうかちょっとわからないんですけども、作品は素晴らしいなと思いました。それでやっぱり家族の大切さだとか、そういうものを少しでも感じていただけたらすごく嬉しいなと思います。で年齢は本当に若い方から年配の方までご覧になられるような内容だと思いますので、ぜひ友達だとか、そういう方に、一言お願いいただいて、また映画を見ていただけたら嬉しいなと思います。育三郎頑張りましたので、飽きない。なんて分かりやすいボケ。そんなにツッコミ欲しかったですか。はい、すみません。貪欲だな。楽しみが頑張りました。リップも忘れました。よろしくお願いいたします。Thank you.
当に皆さんありがとうございます。遠方までわざわざ、ね、ちょっと僕自身が疲れましたけど、ぜひウォッシュの感想、後で一人ずつ聞かせてください。ここの僕の横は空いてますなのでぜひ一人ずつ聞かせていただきたいです。本当にありがとうございました。引き続いてここから劇場公開とも頑張っていくんで、どうかご協力よろしくお願いします。というわけで遠方でお疲れ様でした。乾杯。お邪魔します。お疲れ様です。お疲れ様でした。ウォッシュの世界初上映ということで、ね、舞台挨拶してきました、ね、けなこさんも出てくださって本当に楽しい時間でしたね、はい、よかったよ本当に。本当にね、お客さんも皆様泣いてくださったりとか本当に熱い感想を寄せてくださって、感慨深い気持ちです。でもまあ舞台挨拶で大阪ジアン映画祭いっぱいあると思うんですけど、一番笑いを取ったのは僕だという自信があります。1日目で、はい、宣言したの、まあ、何よりやっぱ大阪という地で舞台上に立つっていうことは笑いの一つや二つないといけない、まあ、だから一番手で優勝したっていう令和ロマンと一緒ってこと。そういうことですね、はい、トップバッターなりの戦い方をできたかなとは思ってます。あ、いいね、はい、やっぱその自信大事だと思う、はい、まあまあ笑いの量で言えば相当かなって思ってますね。 まあ、やっぱトークを仕込んでいったので、ね、それしかないもんね、はい、なんでまあね、本当に皆さんに楽しんでもらえたのかなと思うし、はい、すごい嬉しい気持ちです今。いや本当にありがとうございます。はい、目大丈夫？あ、全然全然、本当に皆さんの思いが寄せられたことによって今こうすごい深い気持ちです。はい、カット。はい、3食カツ丼を食べてます監督の小竹です、はい、まあ、この映画の着想ということですよね、はい、まあ、この映画は、まあ、そのプジョとプルあのプジョの方と、まあ、非介護老人で認知症の方って、まあ、社会で比較的弱い立場にいる方々を、まあ、描くというところで、まあ、洗うというテーマ一つ、どっちも人を洗うという意味で一緒だよねということと、まあ、あと介護 その忘れられるという認知症において忘れられてしまうというのが、まあ、風俗場の方々お客さんに、まあ、一瞬だけ愛される忘れてしまうっていうのを少し立場に似てるのかなみたいなところをつなげて、書き始めたものです。で、まあ、そういうとジメッとした暗いテーマだからこそ、まあ、なるべくポップなポスターを見ていただくかもしれないですけど明るくキャッチーなイメージにしたいなというところで、いとこ、おいとこっていうのをちょっと初めて聞いたんですけど、いとこ同士でやっておりまして我々が、まあ、僕監督で彼が本格で作曲家で、まあ母方が同じ姉妹なんですけど、あ、名字は違うんですかっていうところで、僕がこの作品をどん明るいものにしたいっていうところで、まあ、明るく楽しい感じの音楽にしてほしいっていうことで作ってもらった感じです。おいくつですか、お二人とも。僕30です。僕は28歳です、まだ1世紀ぐらい生きそうなお二人ですが、もしAさんの方からまた何かありましたら。作曲家の永田一郎と申します。本日はお越しいただきましてありがとうございました。今久之助から話がありましたけど、まあ、この映画、まあ、ジメッとしがちな話題をポップにということで、まあ、僕普段はというか、まあ、大学時代学んだ音楽は結構実験的なものだったり、まあ、現代音楽みたいなちょっと社会からこう避けられがちな音楽をずっと勉強してたんですけど、まあ、今回とにかくポップにとにかくポップにというのは企画段階からずっともう耳たこができるからずっと言われてたんですね。
でそれをまあ慣れてはいない作り方だったんですけども、それをですねやっぱやっていくうちにこう自分もなんかこう明るい気持ちになるというか、なんかこうなんだろうな、いかにこれ明るく描けるかっていうところを勉強しながら楽しくできたかなと思います。その登場人物の音楽がかかりますけど、今そういう作り方をされる方はほとんどいないような感じですね。まあ、割とそうですよね。ライトモチーフって言ってもワールが有名ですけど、そうですね。まあ、それでそういう作り方はまあクラシックのオペラであるとかそういうところで使われたやり方ですけども、まあなくはないんですけども、あんまりその表に出すような感じでは作っていないですね。まあ、僕的にはなんか邪魔になりすぎちゃいけないなっていう、劇場はやっぱりこう前に出すぎると、まあ、ちょっとうざいかなと思っちゃう仕事さん若干あるので、そこは結構心がけましたね。その今回そのだからバスに乗ってる、ね、あの初めて祖母の家に向かうところの音楽ってのはかなり暗い感じというか怖いホラーな感じ、まあ、それもいくのまあ注文というか最初から話してたことであったんですけど、やっぱり得体の知れない場所に向かう感じというか、そういうところを演出したくて、で逆に言うとああいう音楽の方が僕得意だったりするんですけど、そうなんです、はい、そういうところとか、あの辺は効果的でしたね。明るいところからさっと入ると暗い部屋が出てくるんだと思ったら、またパッと明るい部屋で、そうですね。あの監督の方はその辺はもう狙ったんですか、つまり暗いだろうけれどもそうでもないという感じですか。ああ、そうですね。まあ作品全体を通して、まあ、あの若い子たちが楽しみやすくっていうか、まあ、なる式を下げて作りたいというのがあったので、あの割とそこら辺は密に話し合って、まあ、やりすぎてもダメだし、だけど、まあ、それこそ何だろう、 TikTok とかで流行ってるその若者向けのアプリで流行ってるようなちょっとキョキョした音楽とかを入れようみたいなことは、まあ、密に話し合って、まあ、それは我々が、まあ、本当に、まあ、幼少期からの知り合いで、まあ、今大人になってますので、知り合いじゃないね、星に繋がっちゃってるんですよね。まあ、まあ、年大人になってまたコンビでね、今ちょっと音楽とかでやってるっていう中だからこそ、まあ、できたのかなというふうには思っています。でもこれ実はですね、あの一番最後にあのベッドで2人が寝てるシーンがあるじゃないですか、まあ、そこが一番2人の距離が近づくシーンだと思うんですけども、あの音楽実は僕大学1年生の時に作った曲なんです。でもう僕はそれこそその曲のこと全く忘れちゃってたんですね。なんですけどそれをなぜか育之助がどっかから発掘してきまして、まあ、僕 YouTube に載せてたんですけど、それをいきなり持ってきて、これ使えるじゃんって僕も忘れちゃってたような曲をいきなりパッと持ってきて、なんかある意味こう今回のと映画のテーマともちょっとつながるような、忘れちゃってたものを誰かが持ってきてくれるって、さすがに身内のおいとこさんも言ったとそういうのは通過なんですね。おいとこさんどうして、はい、こうなったらわざとおいとこにお客さんがおっしゃりたいはい、本日はお忙しい中本当にあのお越しいただきまして誠に光栄です。本当にありがとうございます。まあ、一応観客賞というのもね、あのあるみたいで、まあ、お持ちのアンケート、そうなんですよ、アンケート用紙みたいなのがちょっとあると思うので、まあ、ぜひお帰りに入れていただければというふうに思っているんですが、まあ、我々初日ね、3月1日に初日があったっていうのがあって、ケンナオさんがいらっしゃいました。ケンナオさんが来たんですけど、まあ、ちょっとそのやっぱトップバッターっていうのがこう採点にどう響いてくるかっていうのが、やっぱ例年こう優勝争いから難しいって言われているので、賞レースにおいてやっぱそういう点が、それ年末にやってる M1 の話ですか。あ、これ漫才の大会じゃないですか。ちょっと間違ってた。あ、違う、賞レースは私も知りません。あ、そうですよね、ごめんなさい、ちょっと笑いの量で競ってます。あ、すいません。すいません、ちょっと勘違いしてましたけど、まあ、まあ、そんぐらい言えるぐらいにはちょっとあの肩の力を抜いて、あの皆さん全世代楽しんでいただける作品になってるかなというふうには思っているので、ぜひ引き続いて応援お願いいたします。ありがとうございました。山崎監督とエイさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.